このうち赤湯賞では男子79人、女子68人の合計147人が晴れの日を迎えました。式では一人一人の名前が呼ばれ、山口富士夫校長から卒業証書が手渡されました。山口校長は、現代は何かと刺激にあふれているが、自分を見失わず何事にも一生懸命に人生の目標に向かって一歩一歩歩んでくださいと花向けの言葉を送りました。その後、お別れの合唱と呼びかけが行われ、在校生、先生、卒業生が6年間の思い出を振り返りました。中には先生の歌声を聞き、思いがこみ上げ、あふれる涙をこらえきれない卒業生も見られました。最後に少し大きめの中学の制服に身を包んだ卒業生たちは、在校生がかけた花のアーチをくぐり、大きな希望を胸に新たな一歩を踏み出しました。